えー、住民福祉課から、えー、特別定額給付金についてお知らせをいたします。えー、この四月からですね、住民福祉課に参りました私岩下と、はい、えー、私石田と申します。よろしくお願いします。はい、えー、この二名でですね、えー、給付金についてお知らせしたいと思います。えー、まずう石田君、あのー、特別定額給付金というものは一体どんなものなんでしょうか。はい、えー、今回ですね、す、え、べ、ー、ての国民に 一律万円が支給されますはい、えー、住民登録がされている方、すべての方に10万円が支給されるとういうことになりますねそうです。はいえー、で、えー、ここで、えー、町民の皆様にお伝えしたいことが、はい、早期のです、ねえー、受け取りを希望される方に、えー、早期給付を実施いたします。うん はいそういうことで高森町では4月23日付木曜日の日付でお知らせをですね準備いたしましていつですかね金曜日はいこちらの封筒でですね金曜日に世帯主宛てに郵送でお送りしておりますこの早期給付なんですけれども新型コロナウイルスの感染拡大防止のため 申請は原則としてて郵送とししおりますしかしです、ね、やむを得ない事情のある方につきましては、4月の28日から30日までの3日間、持参することで、早期の給付を行います。 そうですねあのやはりこのコロナウイルスの関係で、やはりですねあの生活に困っていらっしゃる方もいらっしゃると聞いてますんで、えー、高森町ではですね少しでも早くそういった方々にこの10万円を届けたいと、はい、いうことから、ですね、えー、この取り組みを早期給付という取り組みを行っております。えー、受付場所につきましては えー、高森総合センター前の駐車場を予定しております、はい、今回ですねドライブスルー方式を、えー、採用いたしまして、えー、まず高森町役場側から、えー、車で入っていただきます、えー、そしてですね、えー、役場の方をぐるっと一周していただきまして、えー、総合センター前で、えー、が受付場所となっております 受付が終わられましたら総合センター側の出口の方から出て行ってもらいます。はい、今回ですのでですね、えー、高森総合センター側からは、うん、進入禁止となっております。はい。えー、とですね、やっぱ車がたくさん来るとここがですね、えー、ちょっと危ないですので、えー、当日はあ当日役場 と総合センターに入られるときはですね、必ずもこちら側ということになります。通常のこの特別定額給付金の受付、えー、以外の方もですね、入り口はこちらですよね。はい、通常はい、はい、ということになります。はい。続いて申請の仕方になります。はい、えー。先ほど言いました通り、えー、車でお越しになられましたら、えー、まず総合センター前の駐車場で、えー、車の 窓を開けていただきまして、えー、申請書を係員に渡してください。<noise> えー、次に、身分証明書と通帳の写しを係員に見せてください。はい 係員が写真撮影をいたします次に係員がお知らせをお配りしますのでそれを受け取って終わりとなります。 はい、じゃあ受け付けました。はい、いで、一応ですね、振り込みは一応、5たち日を受定付てますけども。はい、係、はいえー、員からですね、あのまあ、あの通帳、書類を受け取りましたというお知らせですね、あと、お振り込みの日程、5月1日という、そういったものが記載されていますお知らせをお配りします。それをお受け取りください。はい えー、続きまして、えー、注意事項なんですけれども、今回、ですねこの特別定額給付金につきましては、原則として、えー、郵送申請、えー、なんですよね。はいえー、こちらはです、ね、今回あの、感染リスクを抑えるために、えー、原則、郵送申請となっています。るのは はいえー、今回、ですね、えー、少しでも早く受け取りたい人のために、今回の早期申請受付を行います。で、えー、今回の受付開始日とということですけれども、はいえー、受付開始日は4月28日火曜日午前9時からとなっております。